俺はボールを 見ない。当てに行かない。なんかあんまり体使わない。手を返す。手を返す。そうそうそう。ボールの手前を見るんだ。ボールの手前。ボールなんか見んない絶対。目に映ってたもん。おお、今のイメージ。そういうイメージだね。またボール見て当てに行って。当てに行かない。ボールを見て体を動かさず、それだけは振る。絶対当てに行かない。手に行って、体使っちゃってんじゃん。ならない、こんな使わないんだって。左手を返すと、そう、この上。自分そこから左手を返す、そういうイメージ。左手を返すみたいな。当てに行かないで、絶対に。ボールも見ない。ボールは目に映ってたもん。背骨をまっすぐにしとけ。絶対にぶらすな。まずこの左を返す練習、いっぱいしなさいよ。左の腕を返すイメージ。この練習もクリスマス。また左の腕を返すこと。体あんまり動かさない。外からそう。お前こうやって見てるとさ、こうやって体を見てるなってよ。こうやって開くだろ。開かないんだよ。この辺でこうやって返すイメージ。ああ、そうそうそう、左手だけを返すイメージ。練習だからな。ボールを見んなよ。当てに行くなよ。ボールの手前を見たとこだけ見て、とこだけずっと見てて、あとは左手を返すだけ。そうそうそう、今みたいに頭動かせない。背骨動かせない。まだ動かして、今のいい当たりだ。もうあれが打てたら大したもんで。また今当てようとしてんじゃん。で、そういうふうに言われてさ、すぐ当てようとしちゃうんだよ。俺また当てに行こうと思って右肩下がるんで、下がっちゃダメなんだ。左手の手を返すだけ。左手の手を返すだけ。左手の手を返すだけ。絶対だ。背骨も動かさない。ボールを見続けた頭も動かさない。左手を上げてったら返すだけ。返すだけなんですね。あった。疲れちゃった。ゆっくりやんな。な、だからだんだんいいんだよ。最初はいろんな打ち方があるんだけど、最初とにかく左手を返すことを覚えないと。返すことを覚えなきゃならない。でも2回目にしては大したもんだよな。あ、今の何ヤード？わかんねえよ、ここは。コースじゃねえか。待て、俺また当てに行くなよ。
右手あんまり使わなくていいんだよ。左手が8割、右手が2割っていう、右手が2割、そんなイメージね。まあ、実際には使うんだけど、おお、そういうもんみたいな感じ。返すことだけ考えて、当てんじゃなくて、返す。おお、そうそう、左手を返すことだけ。どうしたら こういう風になっちゃってる。ここでもう返しちゃうんだよ。返しちゃうんだけど、実際にはそうにいかないから、そういうイメージなんだよ。長いもの持ってるから、そういう風には実際にはいかないんだって。だけどそれをしないとダメなんだよ。お前は当てにいってんの。ボールの手前だけ5センチを見つめたらもう頭動かさない、背骨も動かさない。そこだけでトップから上に上げたところから左手を返すだけ。ずーっとそこ見続けてんの。それしかないんだ。あ？ボール当てんなよ。ボールに当てに行くなよ。背骨動かさない。頭も動かさない。こうやって構えたらもう絶対動かさない、体は。ゆっくり上げてって返す。最初はそれだけでいい。これが大体6割か7割なんだよ。でこっからどうするかっていうのはだんだん覚えてくるんだよ。最初はそれだけ。俺まだ今見てるとさ、手がこうなってるんだろ。あ、なんかもう見てみな、お前な。こういうイメージは、パパ見て、これ見て、ここ、こういうイメージなの、イメージは。これもこんななってんじゃないの、もうこういうイメージ。ほら、いいじゃん。そうそう、今ちょっと下ダフったけど、そういうイメージなの。おう、そう、前に行くようになって、右行かなくなってきた。俺に当てた、ボールの構えだけ見たら、そうそうそう、そんなもんでしょ。手が当てに行かないね。手を返すことだけ。手を上げたら返すだけ。返せばまっすぐ行くんだよ。時計だとするから回っちゃう。本格的にやるよ。そうそうそう、こういうね、ここで返しちゃいますね。今のよかった。おー、そうそう、そういう手の使い方よ。体なんか使うんじゃねえ。体なんか自然に使うんだよ。体自然についてくるから。振りに行っちゃってんじゃないかよ。振らねえんだっつってんだよ。振らねえの。頭を動かさないの。ボールに当てに行かないの。見てるってことは、そこでもう体背骨を決めとくのよ。
止めといて上げたら返すだけ。返すだけなの。バカみたいに振らないんだって。また、ほらまたこうやってやってる、こうやってやってるじゃん。こうやって。ここに見て、ここにこう来たらどうすんの？ここにこう来たら、こう来るんでしょ？こう来るんでしょ？